はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうじでございます。インコ様、オニョヘト、土手様、庄司様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。NHK スクランブルデモ開催、今日申請終わってですね、当局から告知していいよ、正式にって言われたんで告知いたします。5月4日水曜日13時30分集合、場所は渋谷区神宮通り公園北側、南側北側ってなんか2区画に分かれてるらしいんですけど、北側にご集合ください。スクランブルデモ、こちらは、池袋でやったスクランブルデモの様子なんですけれども、こういうあれですね、当日参加できない支部長はその旨連絡ください。スピーカーとかの関係もありますんで、あとスタッフの人員足りないと、困るんで、当日5月4日デモに参加できない支部長はその旨ご連絡ください。豊島区では無料だった公園使用料なんですけれども、渋谷区のありえないぼったくり料金がこちら、見えますでしょうか、999〇〇、99,900円ですね。これ人数で取られるみたいで、正直にね、前回も前々回も300人ぐらいだったんで来ていただいたんで、300って申請したら、じゃあ99,900円っていうことになっちゃったらしいんですけどね。1000人集まると33万円取られる計算だな。これなんかね、映画のロケとかそういうようなのあれしてるみたいなんですよ。そういうので渋谷区はやらせるみたいなんですよ。例えば映画のロケとかだったら、このぐらいのお金、平気ですよね。デモの申請って、デモって非営利な活動なのにこんなに取んの ?99,900円、NHK よりぼったくりだ、なんとかならねえのか渋谷区議会はよ。今後で、渋谷の開催に暗雲であります。例えば次400って、なっちゃったら13万だし、1000人集まったら33万払わなくちゃなんないし、ちょっと経済的にきついな、渋谷でやんのはな、でもここしかねえっちゅうしな、なんかぼったくりですね渋谷。本当言ったら渋谷区はデモなんかやらしたくねえんだよね。表現の自由を侵害したいんだよね。デモなんかやらせるとめんどくせえから何もやらしたくねえんだね、これね、多分。だからぼったくってのはね、例えば大阪でもやってくれとか、札幌でもやってくれとか、福岡でもやってくれとかいうリクエスト多いんですけど、でも申請手順なんかこうなりますね。役所に集合する公園の使用許可を申請する、後日役所に許可証を取りに行く、警視庁または県警本部に、出向いてですね、名称やら目的やら責任者やら、コースやらの申請書類を作りに行く。で、警視庁に作ってもらった書類をですね、所轄の警察署に提出しに行く。後日所轄に、許可証をもらいに行くということで、5日かかるんです。5回別な日に出動しなくちゃいけないので、それぞれに半日ぐらいかかるじゃん。大変でして、ですんでね、大阪でやっちくれ、無理なんだよな。福岡でやっちくれ、私が別日に5回行くのは不可能なんで無理なんですよね。地元の方に申請をお願いするしかないっすね、これね。行ける人にね。というわけで、このように、デモの申請、めんどくさい、大変。なので、あれでしょうね。本当言ったら、デモなんかやらしたくねえんだよね。実は。政府も。そういうことなんだと、思っております。
まあ、よろしく5月4日 NHK スクランブルでも in 渋谷ご参集ください。今回は思わぬ出費があったんで、何としても成功させたいよなっていう希望があります。東京地区支部長募集、こちらの方もよろしくお願いいたします。昨夜ですね、参院、石川選挙区補欠選挙が投票行われたそうであります。自民前職宮本修司51歳が当選と、公明推薦と、立憲新人女性43歳、共産新人男性67歳惨敗と、立憲と共産で候補一本化に失敗した。で、左翼票分かれちゃったということらしいんですけどね。まあ原因それだけじゃないですけど、一本化に成功した左翼、立憲と共産が、一本化に成功した沖縄市長選挙も昨日行われました。で、オール沖縄っていう名前のですね、オール左翼が敗北と、現職の市長が勝ったみたいであります。沖縄市ね、ネットの反応です。オールド沖縄、弱すぎ。まあ、オール沖縄って言ってるけど、構成メンバーは一様にオールド。まあ、高齢左翼ってやつですか。沖縄でオール沖縄が何で曲げんの、全くオールじゃないのになんでオールって言うの、もうオールじゃねえわ、看板外せ。そうだよね、過半数取れねえっちことなんだからオールじゃねえよね、むしろマイナー少数派もう県民を騙せなくなったか。沖縄でも勝てなくなったらもう終わりじゃん。沖縄なんて赤いのにね。オール沖縄言いながら外国人だらけ、左翼顔面ブルージャパン、あとはバーベキューデニー潰すだけだな。新人73歳ってなんでそんなジジイ担いだの。ウクライナの惨状を見てたら現実的になるわな。負けた時にはなぜかミーと言わないやつ。これで選挙4連敗のフルボッコで涙目と。試験なんですけど、石川も沖縄もですね、九条を生かして平和実現なんていうですね、まるで食べながら痩せるみたいなことを主張してたらしいであります。左翼候補ね。ウクライナで平和ボケが冷めつつあるのに、それじゃあ負けますわ。負けるよ、食べながら痩せる、うっすで。みんなも賢いから分かってる。石川補選の共産候補は共産党石川県書記長67歳新人だそうであります。オール左翼の候補は元市議の新人73歳。まあ市会議員引退して挑んだんでしょうか。左翼は人材が絶望的にいねえんだな。なんかね、まあ若者は入ってくんねえからしょうがねえのかな。候補がいない、立てる人材が絶望的にいない。人材ならいっぱいいんのにね、左翼人材ならいっぱいいんのに。石川補選の共産でなくて立憲候補はこんな方でした。これ10年ぐらい前の若い時のお写真。まあグラビアだって、現役行政書士で昔はグラビアアイドルの43歳女性。43歳だからまあグラビアは引退してると思われますけれども、候補は女で若ければ若いほどいいって言ったのは小沢一郎です。その伝統を忠実に守ったようで、お色気路線にも手を出してね。これ持ちと立つと、立憲はアダルト女優とか AV さんとか候補に立てるようになるかもしんねえな。グラビアアイドル行ったから次はそんな感じ。絶望的に人材いないんだな。人材なら
いっぱいいるのにな。赤い沖縄ですらこの結果であります。まあウクライナのこともあり、左翼の弱体化は目を見張るものが。今まで選挙4連敗中だそうだよ、左翼。次はデニーの落選危機で顔面ブルージャパンでしょうな。4年前と違うから状況が。4年前は平和ボゲボゲ、沖縄県民がついゆっかりデニーって書いちゃったかもしれないですけど、まあ左翼弱体化の理由はですね、メンバー高齢化で運動量低下と、やっぱウクライナでしょうね。こっちが平和平和って、念仏のように唱えても侵略側は関係ない、そんなの勝手に攻めてくるっていう生々しい実例ですもんね、ウクライナ。共産党小池晃もですね、9条で国は守れないですよ、テレビ番組でギャグ入れして、今まで言ってきたこと全否定のぶっちゃけやらかすほど、ウクライナは左翼を痛めつけてますね。ウクライナはっちゅうか、ロシアの暴挙は、って感じ。つうか平和ボケ治療したって感じ。日本人の平和ボケをちょっと治療したんじゃないでしょうか、ロシアの暴挙はね。現在岸田政権の支持率が高いのも、岸田がいいわけでなくて、左翼弱体化によるものが大きいんじゃないかと私思います。内閣最新支持率、+3%、 64% になってしまいました。安倍総理の時代だと、50% 台、ずっとこんな来てたんですけどね。ネットの話です。なんでだ、安定やな。野党がひどすぎる。物価高にはどう対処するつもりなん。物価高騰が現実となった時にどうなるか。食料品の値上げラッシュで不満が高まると予想。もうちょっと経済に明るい人に変わってもらわないとやばいっしょ。このまま緊縮増税ルートに入るのは勘弁していただきたい。ウクライナ見たらアホな野党は支持できんわな。ねえ、9条を生かして平和なんて、なんだその食べながら痩せるみたいな。左翼が論外だと選択しないから自民勝てるから、自民の劣化もひどいもんですよね。無切磋琢磨、全くの無切磋琢磨。とりあえず立憲と共産は滅びてほしいですね。ついでに公明と令和をね。参院選の争点はどうやら安全保障になりそうな情勢で焦る共産党。もちろん私もですね、参院選出る予定なんで、東京選挙区でね。出たら9条破棄を言いまくるつもりであります。政策の一番目に今すぐ廃止すべき9条。外国人生活保護、外国人留学生超優遇、外国人実習制度と続きますけれども、なんで左翼が焦るかっていうと、連中はですね、日本を侵略しやすい国にすることを目指してっからですね。9条なんかその最たるもんでね。月1回市ヶ谷の防衛省前に100人ばかし左翼が動員して、ギャー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 騒いでんですわ。防衛妨害活動の一環でね。沖縄の反基地運動の基地外活動もそれであります。シーカーズを危機に乗じて憲法9条破壊を止めようかなんか習志野で演説したそうであります。ネットの反応です。危機に乗じたとか意味わからん。9条でロシア止めてこい。危機に何もしない方が問題。状況に合わせて改善するっていう脳がない。日本人の命より9条の方が大事。もはや九条真理教、今そこにある危機に対応しないとか狂ってんの。あれ、自衛隊は活用するんじゃなかったの。中路にゃ九条なんか関係ないです。試験ですけど、危機に乗じて卑怯みたいなことを言ってますけど、さすがね、中路韓北の論外国の手先ですね。黙れスパイ。連中は日本を侵略して欲しいんですよ。
で、あの、むちゃくちゃになったとこで、自分らが権力を得たいっつ、ずるくて卑怯で卑劣で、どうしようもないあの人間のクズどもが共産党ですんでね。専守防衛を金繰り捨てて、極めて危険な踏み込みとかも言ったらしいです。シーカズを。人民が極めて危険とか、侵略軍兵士が極めて危険っていうことでしょうね。これね。日本人なんかあの死ねばいいって思ってんのはね、シーカーズはね。こいつらの主語は大概日本人じゃないんでね。どうせ大したこと言ってないので、耳を傾ける価値、皆無の韓国政府外交団が来日しました。関係改善には双方の努力が必要とか、寝言言ってたらしいですね。ネットの話、改善なんかできるわけねえだろ。頭おかしいのか。韓国内にしか問題はない。何しに来たの？必要ないよ。勝手に押しかけてきたのか。相手にすんな、時間の無駄。わざわざ出向いてんのにって被害者面して帰るよ、こいつら。新たな嘘の始まりか。面談しただけで嘘妄想虚言を星の数ほど撒き散らされるから会うな。これ嘘煙幕って言いますね。嘘煙幕、私が名付けたんですけど、レーダー照射の時もですね、あの2点3点する嘘を8000から8万ついてですね、何が本当かわかんなくするっつう嘘煙幕というのをやずらは使います。試験ですけど、中央日報によれば、大統領就任式に岸田総理を招いたのは信頼回復の意思。何を偉そうに。別途開かれる首脳会談で誤解を解いて信頼関係を構築しようとかとも言ってたらしいであります。韓国のまああの新大統領、文の次の大統領ね、以降ね、朝日新聞はこの部分書いてないですね。さすがに祖国がズーズーしすぎんだろ、めちゃくちゃだろって思って反感買うと思ったのかな、朝日新聞の外国人記者が。つまり岸田が就任式にのこのこ出かけていったら負けなんですよ。勝手にあの首脳会談開催されて、日本がこう言ってた、ああ言ってたって、あることねえことはあの報道されることは必然ですからね。出かけていったら負けなんですけど、でも行きそうですね、なんかね。岸田バカだから。外務大臣時代も、軍艦島の世界遺産登録の時に、韓国政府にまんまと騙されてましたんで、岸田バカだから。この記事からわかることなんですけど、韓国政府、新大統領は、日韓関係がこじれていると認識している。首脳会談さえすれば、日韓合意違反も、レーダー照射もチャラになると期待するスイーツである。原因はあの合意違反とですね、レーダーなのに共に努力って、これ連中が得意としてるですね、どっちもどっち論って言うんですよ。2ちゃんではですね、2ちゃんでは DD 論って言います。 DD 論に持ち込もうとしてやがるとか、言い訳できない状況でDD 論を使うとか使いますね。日韓関係はこじれてないですね。試験ですけど、むしろ改善してますよ。竹島盗んでるですね、領土泥棒で建国理念に日本が悪いっていうのが入ってて、反日が国税で義務教育でですね、子供に日本人はどんだけ盗んでもいい、傷つけてもいい、殺していって教えてる敵国と国交があるのがおかしいんだから。参院選公約には書きませんでしたけれども、私はあの韓国とは断交すべきと思っております。その上で、断交した上で竹島に居座る悪辣な韓国兵を駆逐するべきと思っております。もちろんね、あのノービザ来日や生活保護なんか論外だわ。敵国人なんだからよ。今のウクライナをロシア人がフラフラカッポできますか？
今のロシアね、ウクライナの民間人がふらふら歩けますか、そういう話ですわ。敵国なんだから、日本国内に敵国人が自由にふらふら買い物を楽しんじゃったりなんかしてるのがおかしいって話。なんかっつーとね、あの韓国擁護するですね、日韓議連は外観誘致主義者っちゅうんだよ。国賊なんだよな。早くあのぬかが福士郎だっけ78歳とかいなくなんねえかな、などと心より、願っております、私は。というわけで5月4日スクランブルでも支部長募集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。